大阪圭吉宇野久太郎君はまだ生まれてこなかった前の世界のことをあまり忘れていない純真で内気な青年の一人であっただから一番初め奇怪なそのことに気づいた時から誰にも言わずに自分一人で考えた 宇野久太郎君が朝から晩まで立ったままで働いている千丸屋デパートのおもちゃ売り場は5階の裏側にあたる東北の隅にあったそこからはすぐ近くの壁に横に並んだ4つの妙な時計を見ることができた4つの時計にはそれぞれ針が1本しかなかったしかもその針の指し示す数字は 普通の時計の6時のところに、ちという字と、奥という字が左右に並んでいて、そのちの字の左肩から順次に上へ丸く、1、2、3と始まって、やの字の右肩へ回ってくるまでに、全部で7時までしかなかった。一本切りの針はいつも数字の上で少しずつ止まりながら、ちの字から始まって、 まるで時間というものを細かくいくつにも断ち切ってその一つの断片の上を通る針の速度を拡大して見せているような速さで盤面を一回りして「奥」の字のところまで来ると不意に今度は同じような速さで逆に後戻りを始めるのであったそしてものの3分もしないうちに再び同じようなことが繰り返されていくのであった 針が時のところで止まるとその時計のかかっている壁の下扉が開いてその中から幾人もの客がおもちゃ売り場の前の廊下へ押し出されてくるのであった4つの時計はそれぞれその下の扉の中から時々姿を見せるかわいい人の顔の異なるように指し示す数字の数は勝手気ままで違っていたがしかし4つとも同じように ほとんど隙間もなしに働き続けるのであったまずここまでは何でもないありふれたエレベーターの扉口にすぎないのであるがところがふとしたことから宇野久太郎くんは4つ並んだその時計の1つが他の仲間たちと違って少しばかり調子にへんてこな狂いを見せてきたのに気がついたのであった もっともその微妙な狂いというのも毎日デパートが開店したばかりの午前9時ごろから10時ごろまでの客の出入りのあまり立て込んでこない頃に現れがちなのであるが宇野久太郎君がそのことにふと気がついたというのも決して偶然ではなくこれにはいろいろ訳があるのであった。まず何よりも 九太郎君が朝から晩まで立ったままで働いているおもちゃ売り場の位置が大きな役割を持っていた前にも言ったようにおもちゃ売り場はエレベーターの扉口の真正面にあって分けても北側のあまり売れないゴム人形や寄木細工の売り場を受け持たされた九太郎君にとってはそれはまるで 私を見ていてくださいよと言わぬばかりに目の前にぶら下がっているも同じであったそのような次第であるから一方九太郎君にとっても長い一日のうちには嫌でも数回はそれを見なければならないのであったし多い時にはほとんどそちらを見ているのが一日の仕事でさえあった実際また九太郎君はその妙な時計を見ては 普通の時計があんなに早く回って、まるで映画に出てくる時計のようにそんなに早く時間が過ぎてくれれば、と何度思ったことかもしれなかった。しかし、宇野久太郎君がその時計の妙な調子に意味軸も気のついたもう一つの重大な理由を言い落とすことはできない。それは、 その時計の下の窓から時々額を見せるかわいい万人の少女であった白いレースの折り襟をつけたマロンのユニフォームを着ていつも伏し目がちにして黙々と働き続けているその娘は他の3人の娘たちと大して変わることもなかったが小さなトマトのような赤い唇の横っちょに 誰がつけたのかポツンと浮かんだ小松粒ぐらいのほくろが、断然他の三人を圧倒してかわいいの何のというよりも、ふっくらとした体全体を実にいたずらっこらしいくちゃくちゃっとしたあどけなさの中に包んでいるのであった。宇野久太郎くんは、その娘の胸にちらりと光る七宝製の店員マークが103番と書かれているのを、 もうとっくに胸底深く叩き込んでいるのであったさて話は前に戻って久太郎君の気づいた時計の変調というのであるがそれは他でもない四つ並んだ時計のうちで一番右の端にあるその問題の1 0三番が時々途中のどこへも止まらずに一度に地下から屋上に上ってしまったり あるいはまた途中どこへも止まらずに屋上から地下へ降りてしまうのだったこれは確かに妙な動き方であったがしかし考えてみればもともとエレベーターなど客の求めに応じて動くものであるからそういう注文があったとすればそうした動きにも別に不思議ではないではないか 九太郎くんがそれを見た時にはそう思って別に気にもしなかったのであるがところがそうした動きが一度ならず二度三度と目に留まるとその時から妙な神経が九太郎くんを引き止めるようになった前にも言ったが九太郎くんはかなり純真で内気な青年であったしそこへ持ってきてもうとっくに103番号を胸底深くたたみ込んでいたから 君がこのちょっとした不思議を誰にも告げずに一人で考え始めたのも無理はなかったいやそれどころかこのことを自分一人の秘密を誰にも感づかれまいと警戒する気持ちが早くも芽生えさえしたのであったところが九太郎君は考えた初めは何のことだか皆目見当もつかなかったが だんだん観察を続けるうちにこの時計の変調には変調ながらも一定の決まりがあることに気がついたまずこの機械な103番の途中無停車昇降はほとんど毎日のように見られるのであるがそれは決まって朝のうちに割に静かなうちに現れるのであって回数は必ず1日2回に決まっていた 例えば今まで順調に所々へ止まっては上下していたのが急に地から奥へ途中無停車で登ったかと思うとそれからまた順調に戻ってしばらくは普通の運転状態が続きやがてまた急に奥から地へ降りるという風うであったそしてこの2回現れる無停車将校は前のやつが現れたから 早いい時は15分くらい遅い時は30分くらいしてからひょっこり後のやつが現れるのであるが前のやつが上りであったのなら後のやつは下りであろうかと思ってみるとしかしこれは決まっていないらしく前に上ったかと思うと2度目にも上りだったり前に降りたかと思うと2度目の時に上りだったり下りだったりまるでめちゃくちゃの気まぐれでどうやら決まりはないらしい。 一体どうしたというのだろう。宇野九太郎くんは無気になって考えながらも、途中無停車の現れる時には、そっとあたりを見回しては、自分以外にこのことに気づいている人間はないかどうか確かめるのであった。が、無論、こんな微細な変調に目をつけているような暇な店員は、九太郎くん以外一人もいなかった。たまに、 103番の扉の前に立ってその妙な時計を見ながら待っていた客があったとしてもそしてその客の前を止まりもせずに103番が上っていったとしてもそんな時の客は首をかしげたりするより先にすぐ隣にいくつも並んだ他のエレベーターの扉口へ行っていともたやすく用を足すのであった静かなものだ9太郎くんは安心して オンマやワンワンを売りながら考えた下宿のせんべい布団の中で103番のほくろをまぶたに浮かべながら考えたすると答えの代わりになぜかわけのわからぬながらも妙な不安とも嫉妬ともつかぬものがふと心の中に芽生え始めたそしてそやつはみるみる意外に大きくなってもやもやとした殻が破れると 今度ははっきり形を表し始めた久太郎君は途中無停車をやらかす時の実にその時の103番の箱の中でどんなことが起こっているかそいつが無性に見たくなったのであった翌朝久太郎君は息を凝らして待ち構えた悩ましい時間が流れた 案の定、途中無停車が現れた上りだ一旦無停車で屋上へ上り詰めた103番はすぐに普通の運転状態に戻って降り始めた客がなかったか7階へは止まらなかったがすぐ次の6階へちょっと止まると今度はいよいよ5階の番だ久太郎君は何か急用のできたようなふりをして扉の前まで来ると 焼きつくような視線を時計の上へ投げかけた針は正しく5階へ止まったがなんとしたことか扉は開かないおやおやと思ううちにスーっとそのまま針は動きだして3階と2階へ止まって地下へ降りてしまった多分満員だったんだろう 太郎君はもじもじして売り場の方を振り返った誰も見てはいない思い切ってもう一つ待ってみようそう思って時計を見ているともう上りになった103番は3階の上を通して4階でちょっと止まり再び動き出してやっと5階へ来て止まった九太郎君は意気込んで一歩前へ乗り出した とそのとたんに針は動きだして扉を開けずに103番は6階の方へ上っていった不安とも侮辱ともつかぬ激しい感情に不意にたたきつけられて九太郎くんはふらふらと自分の職場へ戻ってきた「なんということだもしや彼女は自分の気持ちを知ってこんな締め出しを食わしたのではあるまいか」 けれども九太郎君のその恐るべき疑惑は売り場へ帰っておののきながらそっと横目で時計を見つめているうちにおいおい疑惑は疑惑ながらも別な疑惑に変わっていったのだった。というのはよく気をつけて見ているとそれからの103番は相変わらず順調に戻ったまま 適宜にところどころへ止まりながら無論5階へも止まったり止まらなかったりしながら上下し続けるのであるがしかし時に5階へ止まったとしてもそれはさっきの調子でちょっと針が止まるだけで決して扉は開けないしかもなおよく気をつけて見ていると何階へ針の止まる時間も扉開けずに5階へ止まる時間とほとんど同じ長さである つまり何階へ止まるにしてもちょっとだけ止まるのであるそしてそうした状態は何回も続いていよいよ九太郎くんを一層深刻な疑惑の中へ陥れていったのであるがやがて始まってからものの二十分もした頃急に「下りの途中無停車」が例によって現れたのだそしてなんとその次の上りからは 各階の停車時間が少し長くなって5階へ止まった時にも初めて扉が開いて中から子供を連れた客が出てきたその客の後ろでは相変わらず伏し目がちの103番嬢が何事もなかったかのように澄まし込んでしとやかに扉を閉めるただ例のほくろだけが何か言ったようだそしてそれからは 隣の3つのエレベーターと同じように多かれ少なかれ客を出し入れし続けて夜まで異常はなかった異常はしかし宇野久太郎君の上に起こったそれから丸1日半というもの久太郎君はほとんど誰とも口をきかなかった毎朝2回の途中無停車 それだけを1 0三番の偏重と思っていたのによく気をつけてみていればそもそもの二回の偏重との中間こそ土台偏重ではないか九太郎くんが異常を起こすのも無理はなかったところがその晩散々んん悩み抜いたあげ句九太郎くんの上に素晴らしくも意外な霊感が下ったのだというのはそれまで 止まってても決して扉を開けないエレベーターの中身にばかり変な妄想を呈してその前後にある途中無停車の現たる存在を忘れてしまったのに気づいたのだもしも彼女がエレベーターを普通に働いているように運転してみせながらその実中で人に見られたくないようなことをしているのであったならなぜ人目につきやすい途中無停車なぞを 前後に決まっってくっつけるのか。そうだあの途中無停車こそはむしろ中間の変調ののめと終わりの印ではないか。そして中間の変調中で扉を開けなかったのも一つの旋律を作り出す作業を途中で邪魔されたくなかったからと見ることはできないだろうか。 戦慄とは何かそうだあの時計だああなぜ中身にばかり気を取られてあの時計にいつも見てくださいと言わぬばかりに自分の前にぶら下がっているあの妙な時計になぜぼんやり気づかずにいたのだろうか言い忘れたが 九太郎君はもう3年も前から千丸屋デパートのおもちゃ売り場それもあまり売れない旧式なゴム人形や積み木細工を選任されていていささか暇に任せておもちゃをひねくり回したおかげで一定の組織ある事物を分解したり組み立てたりする偉大な能力が我人ともに知らぬ間に培われていたのであったさて翌朝九太郎君は 生き生きと目を輝かしながら売り場に着いたそしてポケットから手帳と鉛筆を取り出すとそれを売り台の上へそっと置いてさて極めて緊張した態度で103番の時計の方へ流し目を送るのであったやがて最初の変調が現れた久太郎くんはおもむろに鉛筆を取り上げた そして103番が人知れず上下しながら例の変調を続けるにつれて、密かに鉛筆を動かし始めた。そして2度目の途中無停車が現れると、手帳をしまいながら、九太郎君は満足げに当たりを見回した。相変わらず誰も彼も商品の整理や商売にばかり気を取られて、見ているものは一人もない。 この隙にちょっと九太郎くんの手帳の中を覗いてみよう。途中無停車にて登り、五、三、一へ止まって下り、一、二、四、五へ止まって上り、七、六、二へ止まって下り、一、三、五、 七えとまってのぼり四一えとまってくだり三四五六七えとまってのぼり六五三一えとまってのぼり一三四六七え止まって上り 上り途中無停車にて下りさてこの表を前にしてその晩は久太郎くんが病人のようにうめき続けたのは言うまでもない下宿のおばさんが夜中に目を覚ますほどの精進ぶりで呻吟し続けた久太郎くんはやがて夜も明けそめようとする頃になってやっと最初のヒントをつかんだのだ それはまず前後2回の途中無停車を信号分の発信符号および終信号と見なしてその間の合計8回の証拠を各々その信号分のファクターとする至極穏健な解釈であったそしてその各ファクターにおける時計の針の停止回数をそれぞれに集計してみて各ファクターの完明な式を作り上げた。 その偉大なる寄せ算の結果を順次に並べるとすなわち次の通りである91215225251521さてこのヒントをつかむまでが実に難産なのであったこれから先はかかってみると案外すらすら片付けられた すなわち全部の数字が割に小さいのを見てこのまま何かの音響文字に当てはめられるのではないかと思ったところがこのファクターによる信号の最大表現数がつまり1階より7階を全部止まって上りあるいは下りたとしても28にしかならない28字以内で言葉のつづれる音響文字はいろはでもあいうえおでもない アルファベットではないかそこで ABC の9番目の字は I であり12番目の字は15番目はという順序で拾っていって横に並べるとその次は VEYOU の字で拾い出せた途端に Q 太郎くんは変な身振りで飛び上がったなんと わが愛する103番の北路城は黙々としてしとやかに働き続けながらもいともすばらしき言葉を送ってきたではないか翌日久太郎くんはわざと遅刻したそして表玄関から店へ駆け込むと「遅れたのだからやむをえまい」と言わぬばかりの急いだ格好で客用のエレベーターへ飛び乗った いた正しく差しうつむいていた動きだすから真っ赤になって何が何だかめちゃくちゃなうちに5階へ着いた九太郎くんは返事どころか店員仲間に許されている程度の挨拶さえも残さずにいや残しえずに真っ赤になってそのままあたふたとおもちゃ売り場へ駆けつけた。 まず5分間かかって気を沈め、それから珍しく主任の機嫌を取っておいて自分の売り場へ引き返すと、例の手帳を取り出して、悠然と構えながら待機の姿勢に着いた。間もなくその日の信号が送られてきた。なるほど。朝のうちなら刺してお客に迷惑もかからぬからな。九太郎君は感心しながら記録を続ける。 終わると今度はすぐにその場で解読にかかる。今日のは少し長いようだ。数字をアルファベットから拾い出して横にする。どうやら今度は適正の英語ではなくてローマ字綴りらしい。k, o, n, y, a, k, a, e, r, i, n, i, m, a, t, 《TETENE》e T e N e《今夜帰りに待っててね》むろん《無論その日一日が久太郎君にとって先週の思いで過ごされたのは断るまでもない》やがて夜が来て閉店間際になると早めに切り上げた久太郎君は2階の呉服部でなけなしのガマ口をはたいて ほくろに似合いそうなショールをひとかけ奮発すると店裏の路地の暗闇の中へすくみ込んだ間もなく裏口の方から家路を急ぐ店員たちがざわざわと流れ出てきた着替えに手間がかかるのかほくろ城はなかなか出てこないやがて人の流れがどっと減ってぽっきり人影が途絶えた頃やっとほくろ城が現れたすると 九太郎くんよりももっと裏口に近い暗闇の中から、不意によきもしない男の影が現れて、北路城に近づいた。思わずハッとなってみると、二人はぴったり寄り添って話しながらこちらへやってくる。途中の街灯に照らされた見覚えのある男の顔は、確か一階の用品部の男だ。恋人同士の囁きが、 闇を流れていく何でもこの辺をうろついていたよ本当怖いわね怖くもないさおもちゃ屋だもの聞きながら震えながら我が偉大なる暗号解読家は根本的に重大なる過失に気がついたまったく 103番に無言の交渉を持っている男は5階の売り場には確かにいなかったしかし証拠時計は何階にでもある翌朝同じ店員の心安さですぐショールを払い戻してもらうと昼の休みに九太郎くんはあたふた隣の局へ行って金18円なりの新しい貯金通帳を作ってもらった もうほくろ城のことは諦めていた時計の針の動きも今日は貯金の数字に見えたそして昨日までの部分を破り捨てた手帳の新しいページに月18円ずつ小遣い船を貯蓄していったら170億の国民の義務の何パーセントぐらいがご奉公できるかとエレベーターに尻を向けつつ鉛筆を盛んに舐めて 神妙に計算し始めた。